と聖書を開いてください。ヤコブの一章、二節。はい、お読みいたします。私の聖書では445ページですね。新改訳の3版。あと、こちらのスクリーンの方に、出てくると思いますのでですね。はい。一章の2節からお読みいたしますね。2節から4節まで。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。お祈りします。天の様、あなたの豊かな恵みと祝福ありがとうございます。また予言の言葉ありがとうございます。今、御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お祈りありがとうございました。昨日ですね、カラチダネの会の、準備会が行われたんですね。で、皆さんもご承知のように郡山の桑野にですね、212坪の土地をですね、購入することが、できました。皆さんにお礼を言うとともにですね、神様に感謝したいとこういうふうに思います。そしてですね、今までは準備委員会だったんですが、これはもう具体的に実行委員会の形を取っていくわけですけど、これから建物を建てないといけないんですね。で、概要は後にですね、伊勢の石の方から発表されると思いますが、1億2000万ぐらいだったのかなですね。間違いなくいませんね。はいはい。朝1億2000万って言いましたよね。はい、1億2000万ぐらい。ただ、これはですね、今建てるわけではないのでね、まだお金ないので。1年後になるか2年後になるかもしれませんが、そういうことによってもだいぶ変わってくるでしょうし、また細かいところの変更もあるでしょうから、まだ概算だとこういうふうにね、思っておいていただきたいとこういうふうに思います。そしてですね、政府に申請して認可されると、40% から 50% の実質の建築費の補助が出るんですね。それは大体4000万から5000万ぐらいであろうとこういうふうに考えられます。そうしますと8000万から7000万ということになりますですね。で、またこのあとですね、一応、運営を始めてから1年間をこちらの費用でやらないといけないので、それがどのぐらいかかるかっていうこともありますね。2000万ぐらいかかるかもしれませんね。ですから、それプラスということですね。で、どうぞそのためにですね、どうぞお祈りくださいますようにお願いいたします。で、非常にですね、やりやすいのは、これは神が導かれたプランであるということですよね。何がやりやすいのかというと、御心だから、これがね、成就することを知ってるわけで、また我々はすでに成就したということを受け取っております。で、どうぞ皆さんね、皆さんの財布に期待はしておりませんから、いいですか。皆さんもともども神様に期待してね、また皆さんも祈って献金していただきたいと思うんですが、神様に期待しつつ、そしてね、神様に頼んで、より頼んでね、献金していきたいと、こういうふうに思います。で、いろんな奇跡がこう起こってきてますけど、これからさらに大きなね、奇跡と技が起こってきますのでですね、どうぞそのことを覚えておいて、いただきたいとこういうふうに思います。それとともに、カラシダネの田原理事長の方ではですね、新商社の方々のそういう受け取りもしたいという希望を持っておられるのですね。で、私も
ユーゴで、新商社の個人ってあるんですね。で、そこに行ったんですが、いろんなところで個人は行ってますけれども、そこはちょっと異様でしたね。それは何かというと、赤ん坊がね、離れないんですよね。もうくっついてきたまま。確かにそういう傾向のある個人はあるんですが、そこは異様でしたね。いかにそういう人の触れ合いとね、ケアが必要なのかっていうことをね、非常に強く思わされました。ですから確かにですね、神様がいろんな不幸な子どもたちを助けるようにということですからね、心象者の子どもとか精神的心象者の子どもとか、いろんな方々も含めて、この主はね、働きをなそうとしているということを感じます。またどうぞお祈りくださいますようにお願いいたします。また、主に関わることね、本当に価値のあることの一部ですから、どうぞ天に宝を積むことを覚えつつね、愛に出ていただきたいというふうに思います。そして、個人の働きに関してですね、やはり主の手っていうのを非常に強く感じるのですね。福島に示されて、福島か郡山かっていうね、このようなことを祈ってる時に、キリンの翼って映画があったんですよね。でね、そこに不思議な、ね、場面が出てくるわけですね。中心人物が郡山の個人出身者だったんですね。設定です、そういう設定ですね。それが中心人物だったんですね。で、まあ、気持ち興味深いのはその時、ね、今の段階でも郡山に個人はないのです、まあ、ずっと昔にあったようですけどね。でここで育てられて、そして成人してっていうことでですね。でそこで強く主はですね、郡山ってことを語ってこられたんですね。そしてですね、当初1億円かかるということでしたが、3000万円ぐらいの 時にですね、主は言われたんですね。今動きなさいって言われたんですね。だからそれで動いてった時に物件が現れてきたんですね。いろんな物件がですね。そしてですね、1月1日に私時間があったのは1月1日と2日ですから、ここにね、郡山に金子団の理事長たちとともにこう行ったんですよね。でその時にですね、テレビでキリンの翼やったってですね。ですから皆さんね、お笑い番組だけじゃなかったんですね、その時は。そしてですね、この2日の時のデボーション、この時我々は、行ったんですけど、明確な形でですね、見事に神様を示されましたよね。そしてね、郡山の桑野ですね、主の導きの手をね、こう感じますよね。感じます。でまたさらにね、神様はこの後大きな奇跡と技をなされますのでですね、どうぞ皆さんね、この神様の技に加わっていただいて、そしてですね、主の栄光のあれを共にね、見ていきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、安らぎの歌の、13首のですね、募集が始まりました。どうぞ皆さん、募集はですね、4月にかかってますので、8月の最終日にね、 100曲応募があるというのがことのないようにお願いしたいとね、こういうふうに思います。それで13首はどうですかっていうふうにね、まあ、13だから、ね、あったんですが、まあ、今のところ何も示しがなければ13首でいくと、あるいは新しく何かね、なんとか一周ってなるのかもしれませんけど、まあ、今のところそういうような感じでいくということです。そしてですね、この、安らぎの歌において、賛美の曲は何曲ぐらいいったんですかね。800ぐらいいってんですかね。ちょっと計算800、誰か計算してましたよね、昔ね。900ぐらいいってますかね。899だ、誰か言ってたって、うまいですね責任逃れをしましたねあ、荒地にかの社長さんですからで私がですね、海外に行ったり、あるいは海外の、器が来るときにですね、よく聞かれたことがあるんですね。じゃあ何を聞かれたのかというとですね、日本語の賛美はありませんかって言われたんですね。
で、我々がその時ね、ワーシップソングで歌ってたのは、賛美歌の中には日本の作詞作曲っていうのがあったんですが、一部ですね。ビギンアンドソングとかね、アメリカの曲ばっかなんですね。ないんです。で、その時に言われたんです。霊的に問題があると。日本の国から賛美が出てないっていうのは、これは霊的に問題があると。これはまずいってことをいろんなところで言われたんですね。で、私もね、確かにそうだなというふうに感じました。それで、それだから始めたわけじゃなくてね、ある時主に示されて、それ賛美の曲を始めたのですね。そうしましたら、素晴らしい曲が次々と次々と現れてきたのですね。そして今皆さんね、もちろん我々だけじゃなくて、いろんなところで作曲作詞されてますから、日本の賛美が生まれてきたのですね。これは霊的には違う動きに入ってきたっていうことを表しています。そしてね、ハワイでギフスが賛美をした時に、向こうのスタッフの方が聞いてきたんですが、これは、どこの賛美ですかって、日本のオリジナル曲ですって、それに驚いてたんですね。みんなそうですかって、こうみんなそうなのです、皆さん。で、この作詞作曲をやったっていうのは、作詞作曲をやったことではなくて、霊的な一つの次の段階に入ったということを表します。ですね。それが非常に大きなポイントですよね。それとともにですね、この日本の賛美っていうのは、日本のリバイバルの時のポイントとして用いられてきます。一つ示されてきたのはね、感謝がリバイバルの一つのポイントであるとともに、賛美がポイントであると。ですから皆さんね、賛美の曲を置いて、日本の大きな、この働きのポイントとして、これが動き始めますよね。その働きがあるんですね。それとともにですね、今ヒルソングとかね、前はビーン&ソングとか、世界を覆った曲があるんですね。曲があるんですね。で、私ね、それを抜かすと思ってます。これは皆さん本気です。なぜそう思うのかって、皆さんね、リバイバルとともにこの日本の曲が用いられてきますよね。で、皆さん世界に伸びていくのですよ。世界に入っていくのですよ。ですね。で、また同時にですね、賛美を作曲する方はね、思っておいてください。神の霊が強まりますとね、今素晴らしい曲があります。さらに素晴らしい曲が起こってきます。それとともにですね、ヒルソングとか、あるいはビンヤードソングにない我々は長所を持っているのです。分かりませんか、皆さん。どこの長所を持っているのか、そしてそれがポイントであるということをお分かりになりませんか。実は鍵を持っているんです。それ皆さんね、質問ってね、新井先生が言いますからですね。 それは何のポイントかっていうと、皆さんね、感謝、聞き従い。皆さん、このメッセージ我々は与えられてるんです。皆さん、明らかにね、この私たちの腹の底まで染み入るようにこのことを教えられて、皆さん、そしてですね、私たちはそのことを知ってますよね。で、皆さんね、曲、賛美っていうのはですね、曲も大きなポイントなんですが、詩なのです、皆さん。詩なのです。ですから皆さんね、日本のリバイバルに当たる安らぎの歌っていうのは、実は皆さんとんでもない力を持ってるんですね。力っていうのは神様がね、それは何かって、皆さん感謝と、それから聞き従いのメッセージをはっきり持ってるわけです、具体的にね。ですから、何を言ってんだと思うかもしれませんね。もちろんインターネットを見てる方はね、バカじゃないかというふうに思うかもしれませんが、もうどうせそう思われてますから。で、私はですね、はるかにそれを超える技が起こってくると、こういうふうに信じております。そして皆さんね、この感謝の教えとか、聞き従いの教えは、それだけの力を持っているのです。これから起こるリバイバルの働きは、それだけの力を持っているということを覚えておいてください。そしてですね、作詞作曲を導かれている人はね、自分の力のなさを嘆かないでくださいね。それはなぜかというと、そんなの分かってるっていうことです、皆さんね。皆さんの力をですね、絞り出すようにしてですね、神様やれとは言ってないのです。
昔ですね、私が学校にいる時にですね、床拭くんですよね。で、床拭く時にこう皆さんもやったと思うんですね、競争するわけですね。よーいドーンとこうやるわけですね。タタ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 ってやってね、そして勝ったとか負けたとかやるんですね。それとともにですね、もう少しこう知恵が上がってくるとですね、もうちょっと複雑なゲームをし始めるんですね。それは何かというと、雑巾を絞ってそして水を出すっていうやつですね、まあ、握力の問題ですね。そうするとね、こうやってグーってやってポトッと落ちたりなんかする。ところがね、私ね握力が弱いんです。長戸君だったらそうでしょうね、えばってましたもんね、リンゴを潰せるってね、潰せるってね。でもあれは選ぶ、えばることではないですよね、やっぱり。でもやったらこうね、雑巾ギュッとこう破っちゃうかもしれませんね。でも彼が一番強いかもしれませんね。ポトッポトッ。皆さんね、そんなことする必要ありません。皆さん、主が望みます。主が与えますね、主が働きます。今働いているようにさらに、皆さんね、強くそして働き始めますのでね、賛美の働きにおいてね、主がなされることをですね期待しつつ、それからこれから皆さんね、実はリバイバルとともに、実は安らぎの歌っていうのはとんでもない武器を持っているんです。皆さん感謝と聞き従いです。皆さんで、そのことがね大きく開かれていきますので、どうぞ皆さんね、何を主がなされるかというのを期待しつつ見といていただきたいというふうに思います。ちょっと もうすぐ新井先生が来るので、早く終わらないといけないんですけど、それとともにですね、まあ、朝にも言ったんですけど、最近皆さんの中でね、より困難に入ったり問題に入ったり病気の中に入ったり、あるいは落ち込んだりね、そういう状況になってる人が多いはずです。でそういう状況いますか。ちょっと手を挙げてみてください。はい、手を挙げてみてくださいね。はいはい。そうでない方もね、心配しないでください。来ますから。ね。いや、私はもう平安でずっと行ってるっていう人はね、気をつけてください。見放されてる可能性があります。ですね。で、どうしてそういうことが起こってくるかっていうとね、それは皆さんにも初めから言っておりますね、リバイバルが近づいてくるので、これが起こってますよって、起こり始まってますよっていうことです、皆さん。ですね、皆さん、大きなこう神様の働きが起ころうとするときに、皆さんその前に、整いが起こるのです。そしてですね、神様の試練の出し方ってのは意図的です。意図的です。意図的なのです。だから皆さんね、これは偶然起こっているのではないのです。そしてね、皆さんをいじめるために起こっているのでもないのです。皆さんね、皆さんを立て上げるため、さらに主の勝利を表すため、そして究極的に言えばですね、この後起こる主の働きを担わせるためです。担わせるためです、皆さん。それが起こっているということですね。そしてですね、問題とか困難が起こるときに人の対応は2通りに分かれます。いわゆる肉的な対応ですね。これはクリスチャンのことを言ってますよ。それは何かっていうと、ノンクリスチャンのことを言ってるわけじゃないのです。クリスチャンですね、肉的な対応っていうのはね、どうしてこんなこと私に起こり、なぜ私はこんな苦しみにあり、私は不幸にあい、困難にあい、どうしてこうだなって、こういう対応ですね。普通そうでしょう、ね、幸運が起こった人はいいけど、いろんな問題が起こった人はそうがっかりしますよね。でこれは当然の対応です。しかし皆さんね、その対応を取っていたんでは主の勝利を見ません。リバイバルの働きっていうのは、クリスチャンでもね、上級クラス、上級クラス、スキーでね、こうあるわけですね。最初に歩ける、ね、次に暴言、次にパラレル、ね、そして次は何ですか。私には関係ない世界なのですね、上でね。そうでしょ。そうするとね、上に行く、やっぱ行くほどうまいんです、皆さんね。で私はね、暴言を徹底させようとしたんですね。だ暴言の鬼、ね、暴言道にこう命をかけたのですよ、皆さん、ね、分かってる人は分かってる人ね。暴言道って初級の次ぐらい
ね、中級に行かない。いつもこうやって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 やるんですね。でね、やりながらこうちょっと困ったことがあったんですね。止められないんですね。走ったらね止まんないんですよ。だから平地に来るか、あるいはですねどっかで倒れるかしかないのですね。だから足を折っちゃったのはですね平地がなかったそして倒れるところがなかったからあーって、こういうふうにこう言ったのですね。それで皆さんね、リバイバルは暴言じゃないのです。でこの時にですね、皆さんね、クリスチャンっていうのはねプロなんです、ね、一つは聖書のプロ、ね、いいですか。それからもう一つは何かっていうと、ね、困難のプロです。皆さんね、困難な素人みたいな対応を取らないでください。ああとかどうなるのとかどうなるなんて神様いるのにね、不信仰の極みね、私は一体どうなるのとかね、もうどうにもならない不信仰ですよね、具体的にね。で皆さんね、信仰の対応を取るのです。いいですか。肉的な対応というのは私たちの思いそのままが出てきて、そしてそういう反応になるわけですね。だから自然です。だから皆さんが何にもしなければそうなります。そうですね。しかし皆さんね、信仰の対応って意図しないといけないのです。この間言いましたよね。右手の方はね、右手使うのは簡単でしょう、自然でしょう、何も意識しないでしょう。でも左手を使うとね、意識しないといけないんで、やりにくいし、ね、やりたくなくなるし、大変なんです。無理があるんです。でもね、信仰の対応ってそういうようなところがあるんですね。意識して信仰の対応を取るのです。それでこれちゃんと言ってますよね。この上もない喜びと思いなさい。でこれは事実だから言ってるわけですね。何かって言いますと、信仰の対応を取って、そして主にあって対応するならば、皆さんを立て上げますし、また主の勝利が現れます。私たちの信仰を強めます。実はこの上もない祝福として現れてくるのです。この上もない恵みとして現れてくるのですですね。で皆さん、信仰の対応を取る、そしてね、喜ぶですね、喜ぶ。どうぞ寝てても喜んでください。皆さん、こうやって寝ててもこうやって喜んで、なんか寝てて喜ぶ顔ができない人はね、なんか字かなんかこう書いててくれてね、それからよくあるじゃないですか、寝てて 目こう書いておくとですね、なんか起きてるように見えるやつで皆さんね、使うのです。信仰を使うのです。信仰を使うんですね。そうするとね、忍耐が生じるって書いてあります。いいですか。だからそう簡単に物事は変わらないってことですそう簡単に物事は解決しないということです。だから忍耐なんだから、皆さんね、神様喜んで解決とかなんか言ったら、皆さんね、忍耐なんていらないでしょ皆さんですね。忍耐が生じるってことはね、だって最近忍耐なんて生じないでしょ。マクドナルドはすぐ来るしですね、遅いんです皆さん、遅い。昔話を長くしちゃダメですよね。もう来ちゃってるから危ない、ね、遅いのです皆さんね。だって昔ね、蕎麦屋に電話かけたら来ないんですよね。そして30分ぐらいして電話かけて、今やってますとかなんか言ってですね、また来ないわけですね。でまた電話かけて、今やってますとか来ないですね。やっと1時間ぐらい経ってきたとかね。それから昔のね、デパートの食堂の遅いこと注文してんのにね、来ないし、後から注文したりして先に来たりなんかしてですね。で皆さんね、忍耐なんです。忍耐ですね。これはね、忍耐の訓練というのはね、忍耐のある人もない人もやらされる。だから困りますよね。実はね、その忍耐、信仰の忍耐ができると、その自分の立て上げに適応ができることと、皆さん問題における主の勝利に適応ができるのです。で皆さん喜びなさいって言ったのはですね、忍耐が生じるとともに主の勝利が与えられるってことです。皆さん、もういいやと、ね、投げ合いになった人はダメ、投げやりになった人はダメ、もう忍耐が切れたってね、これはダメね、お分かりになりますね。信仰と忍耐って関係あるんです皆さん。
そして皆さん、主の御言葉と約束に立ち続け、御心を行い続けるのですね、忍耐の後に主の栄光を見ていくということですね。どうぞ覚えておいてください。今皆さんね、リバイバルが近づいてるのです。リバイバルが近づいてるのです。皆さん今時は変わってきてるのです。そしてですね、風が吹き始めます。数万の教会、何そんなの起こるかって、皆さんね、そういう思いを大事にしておいてください。でその時に、起こり始めた時に主が何をなされるか皆さん見始めるのですね。主の素晴らしさと栄光を見ていくということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。そして皆さんね、持っときます、持っときます、ね、ただし皆さんね、もうはっきりと体勢を取ってください。もう相手が来るなら体勢を取って待つ。そしてね、皆さんね、勝利を取るのです。そして次に何があるか、皆さん全世界における働きですね、賛美の働きは一気にいくでしょう。私ははっきりそう思ってます。ヒルソン号を超えるでしょう、具体的にね、はっきりそう思ってます。なぜならリバイバルとともに、週末のリバイバルとともに、この賛美の働きを主は用いていくからです。しかも皆さん特別なメッセージが与えられてますよね。でどうぞそれらのことから覚えつつ歩んでいてください。お祈りします。天の様、どうぞお一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と宮沢を表してください。曖昧にではなく、はっきりと信仰の告白をするように言われている方がいらっしゃいます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と宮沢を表してください。信仰の歩みを始めたんですが、何かちょっとした失敗があって、そして恐れちゃってとどまっちゃってる方がいらっしゃいます。しかし確信がある事柄に関してはしっかりと最後まで行くように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導いてください。何かが起こってちょっと神様を恨んじゃってる方がいらっしゃいます。悔い改めることと感謝をすること、感謝を強める事柄を通して、その裏にある事柄が見えてきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時もしたいと思います。天の様、どうぞお一人お人の体を精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって滅ぼす。お一人お人の体を精神から病の霊を抑え。イエス・キリストの御名によってお一人お人の体を精神滅ぼす。癒されよ、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 癒されよ。顎のところがちょっと痛い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。鼻がちょっと悪くて、ちょっと変な匂いが、する方がいらっしゃいました。これが癒されました。腰、お尻のところの尾底骨のあたりが痛い方がいいですよ。これが癒されました。イエス・キリストの名によってお一人お一人の方を精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。それでは、新井先生も来られますので、ちょっと待っていてください。はい。